総演は文化出版局が発行するハイファッションモード系の女性向けファッション雑誌。1936年4月創刊。要塞の専門誌として新たな文化を一般に紹介したファッション誌の草分け的存在である。2006年には創刊70周年を記念した賞が行われた。創刊から2018年までは月刊誌以降は各月刊誌。 創刊から1970年代までは B5 版、以降 A4 a 変形。1936年、服装の改善とその普及を目的とした服装研究雑誌として、服装研究、創券の使命で創刊された。都会の一部の女性だけがオシャレを楽しみ、わずかに輸入された海外モード誌だけを手本としていた昭和初期に、 独自のテーマを掲げた先駆的なファッション雑誌として多くの読者に支持された。葬宴の命名者は、当時、編集委員であった藤井長屋と文化服装学院の教授であった森岩健一。予想意の庭を意味し、フランスの服飾雑誌、ジャルダン・デ・モードと同意であった。文化服装学院の前身である文化財法女学校の交友会誌、スミレ。 一般向けに発行していた機関スタイルブック、服装文化などを統合し、学校の目的としている服装の改善と、その普及とに努めたいという趣旨のもと、1936年の文化服装学院創立と同時に、月刊誌として創刊された。様相は普及していたものの、衣服は家庭で自作するものであった時代において、正しい作り方や、 新しいデザインを一般に啓蒙する存在であり、また、営利目的の観光ではなく、学校機関士の延長であったため、他の婦人雑誌とは一線を画した存在であった。1941年、戦時下の企業整備により、服装文化、手芸と要塞糸が合併し、服装文化と解題。1944年2月号をもって休館。戦後、 1946年7月号をもって、創演として復刊。総刊時から1940年代までは、海外のモード紙との提携による天才写真や、ファッションプレートがメインで、製図や作り方解説はあまり多くはなく、50ページ程度の薄い雑誌であった。物資不足の時代であったため、当時広く行われていた、衣服構成のなども掲載されていた。 1950年代に家庭要塞が全盛期を迎えると200ページを超えるボリュームになりグラビアページで発表した服のほぼ全部の製図と作り方を掲載するようになった。編集部と読者、また読者同士の質疑や意見交換も活発に行われ要塞専門誌としての内容を充実させていく。同時期に発行されていたドレスメイキングや 服装などは料理や小説などの記事も掲載し、一般的な女性誌よりの構成であったが、葬宴はあくまで服装研究に徹し、要塞に特化した実用誌であり、発行部数によてもその実質によても、日本で第一の服飾雑誌であった。1953年11月には、クリスチャンディオールのスタッフを招聘して、ショーを開催し、 ファッション界のみならず、社会的な話題となる。1956年、創刊20周年を記念して、新人デザイナーを対象とした公募ファッションコンテスト、総演賞を創設。腰の純子や高田健造、山本関西など、多数の有名デザイナーを輩出し、日本を代表する、服飾デザインコンテストとして現在まで続いている。 1950年代後半から1970年代までは、毎号に本紙と同半径の別冊付録がついた。季節ごとのスタイルブックやテーマを絞ったデザイン集などで、本紙同様に製図や作り方解説がついており、付録のみで一冊の雑誌に匹敵する情報量があった。中でも毎年5月の付録となっていた立ち方便利帳は、要塞の基本や部分縫いの要点。 パーツごとのデザインバリエーションなどを網羅した保存版の要塞ハンドブック的なものであった。1980年代、既製服が普及して家庭要塞が一般的ではなくなるとファッション誌としての方向性を模索し、そう言えぬと解題。2000年代からは再び創園となり、現在のハイファッションモード系思向となる。日常着の作り方を掲載することはなくなり、 製図の掲載はハイファッション作品の解説を兼ねた数体程度になる。2018年からは各月間となった。近年はコスプレの流行などで家庭要塞は再び脚光を浴び、総園においてもコスプレ衣装やステージ衣装などの特集が増えている。中でもパフュームの衣装を取り上げることが多く、2020年には 創演編集部によるパフュームコスチュームブック2005から2020が出版された創演小僧館70周年創演とは文化出版局 http コロンスラッシュスラッシュ www. 文化 .ac.jp スラッシュ創演スラッシュアバウトスラッシュ七零 t h html ハット abc 創演1956年10月号文化 服装学院出版局、1956年。リニアモーターガールから、タイムワープまで。パフューム15年間の衣装、253対761着を、掲載、パフュームコスチュームブック2005から2020発売。総演 SO。 アンオンライン、http コロンスラッシュスラッシュそうえん .tokyo スラッシュカルチャースラッシュニューススラッシュ perfume2009.html2009 年10月22日閲覧。ありがとうございます。